四季阿部さん、まだ見ないでください。え、あ、もう見た？皆さんこんばんは、やっちと申します。今日はサリフェイス続きをやってまいりたいと思います。まだ昨日の心の傷が癒えておりません。しかし続きが気になるのでやってまいりましょう。何かの間違いだ。僕はツリーハウスで意識を失って、気づいたら神殿で目が覚めた。あいつらに拘束されたんだ。他にも何かがいて、多分あれが悪魔だ。僕を切って血を取られたんだ。大きな音がして、また気を失ってしまった。意識を取り戻したらもうみんないなくなって、僕はほどかれてた。何か間違ってるよ猿。もう僕も死ぬんだね。トットから電話をもらった時、だいたい3時頃でした。泣きじゃくっていて、何を言ってるのかあまり聞き取れませんでした。分かったのは、トットと猿が困っていてアパートにいるということでした。とても危険な予感がしたので、警察呼んですぐにバイクで向かいました。警察が着いた時にちょうど私も着きました。玄関に向かう途中、トットが森の中に走っていくのを見ました。名前を呼びましたが、走り続けていました。アパートに近づくと、猿がドアの前に立っていました。血まみれでただ外を見ていました。何か同じことを何度も何度もつぶやいていました。どうしようもなかった。やるしかなかった。他に方法がなかった、と。サリーに話しかけようとしましたが、反応がありませんでした。近づく前に、警官の方に取り押さえられてしまいました。サルは、悪い人ではありません。悪人でもありません。ただ、助けが必要なんです。そっか、アッシュ。お前、そんなに悪くなってたわけじゃなかったんだ。イノン先生、あなたはフィッシャーさんの心理カウンセラーでしたね。彼が監獄にいるときに何ヶ月もセラピーを行っていた、正しいですか？あれ、こいつ死ななかったが。はい、正しいです。こんな顔だったっけ。すげえ年取ったじゃねえか、お前。その期間、被告人にどういった結論が出ました？これは専門家の私の意見ですが、サルフィッシュは完璧に正気で 100% 殺人を犯している間、明晰でした。エディソンアパートメントの住人を殺している間、彼が話しているその複雑な話は単純に作り話ですね。彼が悪者ではなくてヒーローになるような作り話です。危うく私も彼の話を信じそうになりました。サルが言うようにツリーハウスを訪ねにアパートまで行って、しかし何もなかったですよ。実際に彼の話をさらに聞いてみると、不一致な点がたくさんあります。この矛盾は証拠にも反していて、妄想ではなく単純に自分を守るための嘘をついていると思われます。あなたのご意見では、サルフィッシャーさんが公共を脅していると？
はい、その通りです。疑いもありません。なんだお前、いきなり大ハンターじゃねえか。お前生きてたのか。よかったな。陪審の皆さん、判決に至りましたか。やべ、こいつこういう声だったっけ。誰だお前は。はい、判決に到達いたしました。サラフィッサーとノックフェル州の事件については判決は、陪審のメンバーは被告人が一級の殺人犯の罪だと判決いたします。被告人の判決について陪審に同意いたします。これは深刻な犯した罪なので、ここにてサロフィッシャーの死刑を宣告します。いいえ、違うわ。彼は病気なの。助けが必要なのよ。静粛に、静粛に。アシュリーは味方なのか。3年後、アシュリーは考えられる全ての方法を尽くした。サロの死刑を止めるために。しかしどれも失敗に終わった。今アシュリーはリビングルームに座って、今日がサロの死刑執行日だと知る。深い悲しみでアッシュは埋もれてしまった。その時アッシュはいい考えを感じた。これは全てを変えられるかもしれない。しかし早く行動しなければならなかった。あ、なんだラリー、いるの。お願いよ、いるなら出てきてちょうだい。サルを助けないと、困ってるのよ。あなたの古い音楽持ってきたわよ。もしこれでダメだったら、ここに来るのが最後ね。ラリー、おラリー、あ、まず、本当に。よう、アッシュ、ずっとあなたたち本当のこと言ってたもんね。ああ、そうだよ。そうなのね。私疑ってたわ。けど本当に本当に信じたかったのよ。しょうがないよな、あれ見たらな。ツリーハウスから落ちんなよ。え？いや、気にすんな。どうやってサルを助けんだ。あ、いい考えがあるのよ。ちょっとじっとしてて。ち、眩しいな。ああ、そこ行っちまったお前。ああ。おー。お化けとだ、心霊写真だね。やったわ。できた。向かってんのか。お前全然進んでねえぞ。あ、ごめん。やつが右押すんだったみたい。ああ、ああ、もう当日か。お前3年もあったのに。あ、2年だっけ。早くしてよ。お前事故んだよ絶対に。お前が死んだらどうすんだよ。安全運転でよろしくな。やばい、間に合うのかな。受付。あら、お姉さん、もう遅すぎるわ。もう固定してるもの。ああ、お前電気ショックなのか。待ってちょうだい。彼本当のこと言ってるの。証拠を持ってきたわ。お願い、待ってよ。
見つけたもの見せるから。まあ、待てよ、お前聞こえねえのか。ねえってば。嘘、待って。ねえ待って。嘘よ、嘘でしょ。午後6時33分、死を確認。サル、嘘よ、そんな。おい、あ、いろんな人のお墓か。サンダーソンさんか。ヘルマン・サンダーソンさんの愛する妻、カサンドラ・サンダーソンさん、愛する夫、ロバート・シルバー、朽ち果てる。あ、誰だっけ、ロバート・シルバー。レイとジェニスの墓、お墓も一緒だわ。チャグ、息子、夫、父、友。チャグ、お久しぶりね。やめて。思い出だよ。リサとジム・ジョンソンの息子、ラリーの遺体は見つからなかった。ラリー・ジョンソンの母、ヘンリー・フィッシャーの妻。リサはいつも優しくしてくれた。家族みたいに。リサ・ジョンソン・フィッシャー、夫、サル・フィッシャーの父。どんなに猿を苦しめるか想像できないわ。サルフィッシャー、ヘンリーとダイアン・フィッシャーの息子。2004年か。ここにいてくれたらいいのに。サル、サルの墓から仮面があるんだね。何日か来れなくてごめんね、サリー。今、もっとひどいことになってるわ。え？なんだろうね。ああ、トットが施設から逃げ出してからもう5ヶ月経つわね。元気だといいんだけど、絶対にあの地下に捕まってると思うんだ。もうあそこしかないからね。あいつらはあそこにいる。絶対だよ。僕のトットを連れてったんだ。軍人の友達から C4 の残り手に入れた？爆弾？ああ、昨晩手に入れたよ。侵入ルートは見つけた？ええ、火曜日の夜に行きましょう。奴らの動きが少ない時に。約束覚えてる？もし私たちが捕まっちゃったら。いや、僕らはトットを取り返してあそこを吹き飛ばすんだ。ネイル、本気の話よ。僕だって本気さ。けど捕まってしまったら、そしたら準備はできてる。いいわ、少なくとも私たち一人がね。あー、じゃあノエ、アジトに乗り込むんだね。え、メイプルに餌あげた？あー、あげようとしたけど食べないんだよまだ。私がやってみるわ。手助けが必要？いえ、大丈夫。小屋に新しい包み持ってきた。ああ、トットのやつと何かつながりを見つけたのかい？何か大きいものだと思うの。なくなっているかけらだと思うんだけど。そうだといいな。いいことが起こるといいな。はあ、なんだこれは。すげえよ、ちょっと待て。まあ、要約すると、トットが闇に取り憑かれて、施設から飛び出して、カルトの信者たちが捕らえられてると思われるっていうのと、信者の中に裏切り者がいて、情報を提供してくれてるみたい。最後が、あの、教会が
ただの教会じゃなくてカルト信者の集うね場所だっていうようなことが書いてありますね。詳細がねどうしても気になる方はコメントで教えてください。はい、もし折れちまったな。なんかあんのか、開いてる。あ、なんかある写真。なんだこれ、ラリーか。誰だお前は。この写真撮ったの覚えてるわ。ラリーのパパがいなくなってからね、ラリーとお母さんおばあちゃんのところに数年いたのよね。おばあちゃんか、優しそうだな。私の家から道の向こうに住んでたわ。だからいい友達になれたのよね。そうなんだ、可愛いな、ラリー。ちっちゃい頃も。へえ、猿の部屋だ。あらら、あ、ギズモのトイレがここにある。あ、ギズモ、お前ここにいんのか。ギズモ、何かする？死刑執行からあなたの部屋から離れないのよ、猿。まるで分かってるわね。悲しい。ギズモ、なんかあんのかな。なんか何これ、なんだこれ。なんか何もできない。ディスクかな、 MD。 こんな形だったっけ。何もできねえな。あ、地下に行くか。え、やばくない、なんで。ハッシュ大丈夫ね、メープル。今日の調子はどう。お前やめろよ。ネイルと私がとっとと取り返すからね。あなたと同じように彼には私たちが必要。少なくてももっといい方法が見つかるまでね、気にしないといけない。ファッシュ、なんか別に頭がおかしいわけじゃないよね。すぐに小屋に行かないと。けど戻ったら何か美味しい温かいスープあげるわね。怖い、メープル。お前愛する人二人も失っちゃったか。なんだこれは。あ、すげえ、メープルの精神崩壊のメモだ。1日からなんか64日目まで毎日記されてます。ちょっと待って。あ、なんか自殺しようとしてるからなんか閉じ込めたって書いてあるね。感染がひどくて夜になると暴れ出しちゃうみたいだね。本当にこれ感染のせいなのかね。ただ猿がチャックとソーダを殺しちゃったから心が壊れちゃっただけなんじゃないの。じゃあなんか行くんだな。え、なんか番号覚えてないんだけどなんだっけ、ちょっと待って。これじゃないわ。そうだわ、確か。ダメだ、覚えてねえお前。勝手に開けてくれたわ、ありがとう。これもなんかあんのかな。なんか青い柱みたいのが夜にまた現れる。あれは世界の境目にあるらしい。なんかいろいろ書いてあるけどね。またこれもね、必要に応じて見ていこうか。はい、パッケージ。あ、これか。え、なんかあんだね。とりあえず調べ尽くしたから取るか。あ、ここにも飲んだ。郵便で変なピラミッドが届いたの。カルトの中の謎の裏切り者からよ。トットは小屋に3つ目のピラミッドを持っていた。メモだと古いアパートの下にある神殿で見つけたって。これ、とても重要なものだと思うの。トットのメモの中に預言者について書かれてたわ。彼、他の2つも探してた。これか、三角形。この3つがあなたに繋がればいいわね。どうひっくり返しても何も起こらない。今回は何かが起こると思ったのに。猿、もう一つ伝えたいことがあるの。代わりは最初はずさんだったけど、今は良くなってる。もう違いがわからないわ。だから誰も信じられない。ほんと、気味悪いな。あいつら、
人間じゃねえぜ。その通りね。それで、あのピラミッドが、そのトットが探したやつ？それで、猿が見つけれるのか？そうみたい。古いカルトの預言者について何かわかるか一緒にしてみたの。それで3つのピラミッドが奴ら滅亡させるみたいなの。すべてのピラミッドが猿を指してた。あいつら止めることができる唯一のものとして。どうやってか、なんでかはわからないの。けど、これが一番のチャンスよ。サリーがやってくれるっていうのは分かってたぜ。諦めんなよ、アッシュ。サリーを見つけよう。ええ、絶対に。他の二つのピラミッド見つけてみるわ。このツリーハウスから自由になれれば手伝えるのにな。ラリー、これがいいアイデアか分かんないけど、ツリーハウスを燃やすのってやばいかしら。大丈夫だ。これ以上やばくなることはない。こんな風に生きてるのは無理なんだよ。それか、いや、生きてるっていうか、なんていうか、この場所に閉じ込められてじっとしていられない。どんなかわかんねえだろ。苦しみだよ。それで変わる気がする。他にこの呪文を解く方法はない。自由になる代わりに、もし黒い部屋に行ったらどうするのよ。あなたの魂は暗闇で消えちゃうわ。そんなのわかんねえだろ。だけど何もないのはこんな風に生きてるよりマシさ。願いだ、アッシュ。助けてくれよ。もしやるなら、絶対にあなたが大丈夫って約束してくれる？絶対に消えないって。約束する。何週間も毎晩この焼けた木で待ってる。ラリー、あなたは行っちゃったのね。はい、それではね、今日もご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。またねー。